予備高校史の参考書レビュー。今回はこちら、縦から見る世界史について。縦から見る世界史、これ何のためにやっていくのか、はい、この黄色い勉強するときに大事になっていくポイント、何をするものなのかというと、縦を学ぶ意義、それはこの2点ですよ。つなぎ目と周辺地域です。どういうこと？はい、ご準備ください。つなぎ目っていうのは、これはめちゃめちゃ単純で、このチャンネルでは世界史に関して、受験勉強に関して、世界史に関する本、映画、小説、ニュースなどなど、世界史に関すること、受験勉強に関することなどをお話ししております。もし動画がいいなと思ったらグッドボタンを押して、そしてさらにいいなと思ったらチャンネル登録をして、そして意見、質問、相談等あればコメントのところにドルドルドルとお書きください。返せるものに関してはお返したいと思います。ということですね、今回のテーマなんですが、迷いましたよ。共通テストの後の過ごし方とかね、メンタルの立て直し方、勉強の仕方、はたまた大学別の対策みたいなことを話そうかともいろいろ思ったんだけど、まあ前回ね、横から見る世界史だけレビューして、縦から見るをレビューしないがいかがなものかということなんで、こちらの縦から見る世界史のレビューをしていきたいと思います。はい、ということでこっちもちゃんと見ましたよっていうことなんですが、結論から言うと、横からはおめっちゃいいじゃんって思った。でそれに比べて縦からはみたいな感じだということです。はい、果たしてそれはどういうことなのか、こちらで、こんな感じで説明していきたいと思います。はい、いつも言ってるように世界史は理解して覚える、そういうものですよ。でそしてこれは理解するための参考書ということになってます。そして難易度的には標準って感じだね。でそして縦からと何ぞやって話なんだけど、まあ、縦から横からとは何ぞやって話なんだけど、これ横からの時にもびっちり話したんで、気になる人はそっちを見てくれればいいんですが、世界史ってのは横のつながりがあるという話です。日本史っていうのは紀元前から現在まで日本についてだけをやっていく。それに対して世界史は地域の広がり、横の広がりがあるということです、ね。これを縦からと横からと言ってるんです。そして、学校の授業、予備校の世界史、普通の授業、その他諸々、どういうふうに話が進んでるかっていうと、話をしやすいブロックを作って、ブロックごとに進めてるってことなんでね。つまり最初大体アウストラロピティクスとかじゃないですか。あれは原始代の世界各地史。で、そしてそれが終わったらシュメール人とかオリエントありますよね。オリエントってのは中東の古代ですよ。で、そしてヨーロッパ、ギリシャ行って、ローマ行って、インド行って、中国行って、中国でモンゴル出てきて、チンギスハン、フビライハンでユーラシア制しましたみたいな。って思ったら中世ヨーロッパに戻ってみたいな。だからそんな感じで、話しやすいブロックを作ってブロックごとに進めている。これがいわゆる通史なんです。そしてここまで行って完成っていう感じになるんでね。しかしこれでは不安でしょうっていうことで、まあ予備校だと冬季講習とか直前講習とか使ったりして、まあ、学校だったらね、随時やっていくのかもわからないですが、縦から横からっていうまとめ直しをしていくってことをするんでね。つまりどういうことか、縦からっていうのは全て終わった後にイギリス史としてまとめていきましょうみたいな、中国史としてまとめていきましょうみたいな、そんな地域別のまとめと、それに対して横から見る世界史というのは、1世紀の世界ってこんなんですよ、2世紀の世界ってこんなんですよ、3世紀の世界ってこんなんですよみたいな、時代別にまとめていく。これを横からっていうふうに言うんだね。でそしてこの参考書は縦から見る世界史ですから、文字通りイギリス史とかインド史とか中国史みたいな感じでまとまってる、そういう参考書になってくるということです。はい、じゃあ果たして縦から見る世界史、これ何のためにやっていくのか、はい、この黄色い勉強するときに大事になっていくポイント、何をするものなのかっていうと、縦を学ぶ意味、それはこの2点なんですよ。つなぎ目と周辺地域です。どういうこと？はい、こっち見てください。つなぎ目っていうのは、これはめちゃめちゃ単純で、原始時代行った後に古代行くまでにシュメール人が挟まってる、中東が挟まってるんですよ。だから、ここのつながりって大丈夫ですか？ここのつながりって大丈夫ですか？みたいな話。で、そして、こっからビューっと行った後にこう戻ってくるでしょ？だから、ここのつながり、古代と中世のつながり大丈夫ですか？と。その話。で、そしてこうバーっと行って、で、そして中世と近世のつながり大丈夫ですか？みたいな、なんかそんな話。このように、同じ地域の中のつながりがしっかりできてるかどうかっていうのを確認していく、これは一つで、そしてもう一つは周辺地域です。周辺地域、例えばですね、東南アジアとかはそうなんだけど、朝鮮とかもそうだよね。東南アジアとか朝鮮とかっていうのは中国史をがっつりやられるんですよ。で、中国史をがっつりやった後に、実はこの頃朝鮮ってこんな感じだよみたいな、東南アジアってこんな感じだよみたいな、そしてビューって言って、また中国史をがっつりやった後に、この頃朝鮮ってこんな感じだよ、東南アジアってこんな感じだよみたいな、だから中国史のついでにちょろ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 って出てくるんですよ。なので、こういう感じになってるから、
よくわかんない混乱した人が非常に多いのね。なのでこれを朝鮮史みたいな、東南アジア史みたいにまとめ直していくと理解が深まってめっちゃいい感じになりますよっていうこと。その2点のために建てられるっていうのはすごく効果があるんですよ。周辺地域っていうのは今言ったように朝鮮とか東南アジアでしょ。でそれからヨーロッパでいうと北欧なんかそうだよね。とかあとはネデルラント、オランダとかベルギーとかの辺ですよね。ネデルラントもそうだし、であとはアフリカとか、あそれからラテンアメリカとか、なんかその辺もねそんな感じになってくるんだけど、そういった観点からすると、そういったところをまとめ直すという観点からすると、縦からっていうのはめっちゃ意味があるんでね。じゃあ果たしてこの参考書がその部分を完全に補えてるか、その部分を、そのニーズを完全に満たせてるかっていうと、みたいな感じになっちまうということですよ。はい。なぜか、はい。それがこの2つです。この2つのポイントで、って感じになっちゃうということです。まず1つ目なんですが、詳しい部分と簡略化された部分の差が激しいということです。激しいだけならまだしも、そこが、どうなのっていうところがあるということ。例えばですね、はい。イギリスのパートであれば、ね、こう、パーって読んでると、キセにはエリザベス女王がいるんだよ。エリザベス女王っていうのは、こんなことを、お女王様で、そしてこの部分をしっかり押さえとこうとか書いてあるんですよ。それさ、普通に通信やってれば、ちゃんと分かることだから、分かってる当たり前だから、ね、縦から学ぶ段階でそれ分かってる当たり前だから、なのにわざわざあえてそれを書いてある。それ必要っていう、そういう話。それから、あと産業革命の発明品がびっちり書いてあったり、そんなのも普通にやってりゃさ、分かってるわけですよ。縦からをやるレベルの話じゃないわけですよ。なのに、そういうところが書いてあるっていう感じなんだわ。で、そしてその一方で簡略化された。例えば、モンゴル高原とか、あとはトルキスタンとか、あの辺もうちょっと詳しく書いた方がいいんじゃないのって思うところが、結構簡略化されてて、いや、そこみたいな感じになってしまってるということです。じゃあ、なんでそんなことになってるのか、なんでそんなことになってしまうのかっていうと、多分ね、この2つだと思うんですよね。一つは、通詞が共有されてないため。ね、本来であれば、この通詞をびっちりやった上で、縦から見ましょう、横から見ましょうって感じなんだわ。ところが、この先生って、その通詞をびっちりやった参考書出してないんですよ。でそうなってくると、どのレベルの層の人が読んでるかわからない。だからわりかしみんなに対応できるようにしようみたいな感じで作ってると思うんだよね。でその設定はたりか、なんかよくわからんところが詳しくなって、よく大事なところが薄くなってっていう、なんかそんな感じになっちゃった感じだということです。でなんでそうなるかというと、やっぱり参考書って売れたいわけですよ。ね、ひたすらトルキスタンについて書いた参考書、受験生欲しいですか？ひたすらモンゴル高原について書いてあって買いますかって話。で、そうなると、みたいな。ね、ちゃんと通信もカバーしますよ、みたいな。ね、エリザベス一世の話もちゃんとしますよ。その上でプラスアルファでやりますよって言った方が、まあ、見栄えはいいんだよね。だからそういう観点になった結果、こういう風な、なんか、なんとも言えない参考書が出来上がってしまったのかなって感じがする。ね。通詞が共有されてないため。まあ、通詞分かってる前提で、この部分を深めていくっていう設定で作るべきなのに、通詞を共有されてない。っていうこと。そしてもう一つは、あわよくば通詞を落として売りたい、みたいな。ね、こういう風にすることによって、売り上げが上がるんじゃないかっていう風に目論んだことなんじゃないかなと思います。なんで、その結果、レベル的に微妙なものが出来上がってしまったんじゃないかなという風に思うということです。で、そしてもう一つが、サブノートがサブノートになってない。はい。このサブノート。横からのサブノートは非常によくできてるなと思ったんだけど、こっちのサブノートは、これって感じです。なんで、これは地図が載ってるんですよ。こんな感じで。ね。で、こんな感じで。で、これ自体は別にいいんだけど、だったらさ、これ全部地図にすればよくないって話で、なんかたまになんか変なまとめとかがこうバーって残ってたりするし、まとめが多めになってたりするし、で、しかも、この地図なんだけど、本編に載ってんすよ。半分以上が。だったらさ、こっちに乗ってっからそれでいいじゃんって感じだし、ね、乗ってない地図があるからこっちに載せるんですよって言うんだったら、乗ってない地図もこっちに載せないよって話。つまり、何がしたかったのって感じです。俺には使い方よくわからん。はい。ということで、サムノートがサムノートになってないっていうことが言えるということです。なんで、まあ、そういった使いやすさの面からしても、っていうところあるし。で、しかもレベル感としても、って感じのところがあるし。で、この二つの目的をちゃんと果たしてない感じがするんだよね。なので、この参考書に関しては、っていうところだということです。なんで、じゃあどういう人が買えばいいか、どういう人が使えばいいかっていうと、おそらく、横から見る世界史。あれを見てめっちゃいいじゃん、この参考書の人。この先生めちゃめちゃいいやんと思って、このファンになった人が、じゃあ縦からも買ってみようと思って縦から見て、あ、なるほど、なるほど、って理解を深めればいいんじゃないかなというふうに思うということです。なんか、そんな感じで、横からのファンを逃がさない。さらにプラスアルファで、
ちょっと言ってやろうみたいな、なんかそんな感じの印象を受けたということです。あとはね、まあ、自分にも思いつかないような画期的な使い方がもしかしたらあるのかもしれない、ね、そのこの先生が想定されているような、なんでそういう意味があるなというふうに感じる人がいるんだったら、それはね、この先生についていってみてください。はい、ということですね。今回はこの縦から見る世界史の縦から見る世界史のレビューをしてみました。何か意見質問相談等あればコメントのところにドルドルドルとお書きください。ということで以上、終わり、ご苦労様でした。バイバイ。この動画がいいなと思ったらぜひ高評価と、そしてチャンネル登録お願いします。分かりやすくて楽しい授業をモットーに世界史の授業動画も展開しているので、そっちの方もよかったら見てください。 Twitter とインスタもやってるので、そっちも登録してくれると嬉しいです。ということで以上、終わり、バイバイ。